ということで、先ほどアイロン目が8キロ切れた。マジやばいこれ。12回本当にきつい。気をつけたでしょ。でですよ、はい、どうなったんですか。皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。ベンチプレス400キロの藤本龍樹です。ベンチプレス400って聞いたことない。聞いたことない。聞いたことない、まあ、日本人初めてなんで聞いたことあったらその人はそういうこと。ベンチプレス400どういうこと。ちなみにそこにあるまあ、普通のバーベル、はい、あれ400つけちゃダメなんじゃん。いいのかな。ギリギリどうなんですかね。つけていいかつけていいかどうか分からないぐらい、うん、だから400ってそういうような数字なんですよ。そうですね。ベンチプレス400キロ。おかげさまで。すごすぎる。怖いよ。年齢はおいくつですか。24になります。絶対嘘。絶対嘘をつくね。やめろね。5年ぐらい前に、そうなんですね、小玉さんの応援に行った時に19歳の僕がいていまして、5年ぶりということで。あの動画って残ってるんですか。残ってるやつ、うん、残ってる、うん、ちょっと探したら出てくる。お前未成年龍樹くんが。いや、すごい。その頃は370ですね。370、はい、5年で400。そう。知っとけやなよ。40キロ上げる人がこれでやったら。いやー、40キロじゃん。実は自信ないんですよ。実は自信ない。何言ってんのよ。このランキング本当に異常なんですよ。多分これベンチプレスで言ったら160キロ何回上がるかぐらい。なるほど。確かに。ってなったら22って異常なんですよ。僕はつい最近大阪行ってまして、はい、こだまスペシャルベンチプレス台を購入しに、はい、大阪行ったんですよ、はい、で、まあ要はこだまさんに会うじゃないですか、はい。で、今度こういうのを撮るんです、はい、リュックに来るんですって話をしたら、ああ、ありがきなら40回でしょって。40回いかなかったらダメなんです。これとか本当、小玉さん嫌なの。毎回多いな、これ。いつもそういうことやってくるんです。で、これ伝えといてって言われて、だから今まさに伝えました。そこはカットしていただかない。ダメだよ、ダメだよ。ハードルが上がりすぎて40回っつって。だって体重何キロ。145です。でも、小玉さんも、お前デブなんやから400くらい上がるやろみたいな言うて、400上がったのなんか、まあ、デブやから。ひどい、頑張ってんだけど。40の予想で、40回上がらなかったらちょっと縛ってから。というふうに言われまして、40伸ばしてみます。40いったらもうすごすぎる。やばすぎるよ、そしたら。さすがに打ち切りですかね。いや、もう不動の1位でしょ。もうね、不動の1位でしょ。ここだったら、ね、なんか塚家とか4位ぐらいまではなんか入れ替わりそうな、はい、そうですね、40いったらもう無理。ちょっと、頑張ってみます。やりましょう。しっかりアップしていきます。はい、はい、やっていきます。よろしくお願いします。初手ラップ何キロになるの。分かんないんですよ、だから。まあ、そうだよね。ダメ、こんなちっちゃかったっけ。なんか、サイズ変えました今、サイさん。新しいの入荷しました。ね、それくらいのセンスかな。はい、今のところ新しいの入荷しました。61キロこれ、1セットで筋トレ完結しますね。まあ、多分普通の人だったら。ここから動けないと思うだって。でも関節さんって本当不思議で、1回目やった時は、52キロいきなり3発でやって、アップ、ブーツ、次これやって、アップなわけないんだけど、これがアップになって、205キロぐらい速いんですよ。あー、うん、ちょっと気持ち悪いですね。しかもベンチをすごいもん、ぐらぐらしながら潰れんのかなと思ったら、こっからあれ本当怪物ですからね。次は43です。52やって、もう60番か。やってないから。もっと見えるじゃん。もっと見えるじゃん。わかんないっす。確かに緊張してる。ちょっとこうね。ちなみに、これマジで15回とか、それぐらいになってると、音が消えて、もう全員、この金属音が消える。まだもうそこに行かなかった。行かなかった。そういうことか。そのステージでこう学べなかったんだ、俺は。
よ。そこぜひ知りたいな。やるか。よいしょ。めちゃくちゃ強いですよ、その絵は。はい、ちょっとまたお願いします。お願いします。